歌舞伎ブレイラジオ小屋話ウォーリー木下です。若旦那家康です。そして今回は、引き続き北真理さんにゲストに来ていただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そもそもさ、この20周年で文章を書く、はい、なんか理由があるの？え、文章書く理由？なんかちょっと振り返ってみようみたいな、なんかきっかけがあったわけ？まあだからもうなんかね、いや中止になりましたけど、うん、2月に東京公演をね、うんうん、やる予定だったんですよ。で、私20年って東京で主催公演ってしたことないんですね。あ、意外。そう、そう、はい、もう20年の節目にまあちょっとね、まあ、関西以外で主催公演しようと思って、うんうん、まあね、アゴラ劇場を抑えて、うん、まあ打ち合わせ行った時に、うん、まあ初めての主催公演どうやってお客さん集めたらいいですかっていう話をした時に、うんうんうん、なんかこう東京のお客さんはですね、言葉に集まりますって言われて、いやもうそうなん、だからじゃあアフタートークとか入ある回はチケットの売れ行きいいですとか、なんか、うん、あのこういう風になんかいろいろ見せてくれて、この作品を作ってる時にこう誰か読んでトークしたものを冊子にして配る、チラシのように配るとか、なんかそういうことをするといいですって言われて、いや言葉かで、今作ってる作品の言葉って結構難しくって、なぜなら作ってる最中やからね。うん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 、でもまあなんかまあそれでまあより強く今言葉の時代なんやなと思って、でもずっと避けてきたわけですよ、そういうことをね。まあまあそうですね、うんうん、そう。でもまあね、でももう私も記憶力はないから、どんどん忘れちゃうから、自分を振り返る、まあ、20年の記念にまあ自分のこれまでの活動を振り返るっていうことが必要かなと思って、でまあ今年コロナでね、時間もできたから、うん、まあやった方、こういうタイミングじゃないとね、なかなかできないですね。そうそうそう、うん、資料をね整理したりもできないから、まあ、そういう流れでやりましたね、うん、あ、なるほどね。どう、書いてみてなんか変わりました？変わりましたかね。まあ、自分の中では 何をやってきたかがクリアになったけど、うんうんうん、これ読んでも見た人、あの読んだ人、私の作品見てクリアになるかどうかは分かりません。まあまあ自分のためにみたいなこと、そう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 、まあ、作成が分かるとかは、うん、ね、余計へこんがらだったんじゃないかなっていう気はしますけどね。でもきっとその東京の人が言葉に集まるっていった意味は、うん、別に言葉で作品が分かりやすく伝わるといいよってことでもないような気はするけどね。でも作家性を見せるためにはやっぱ言葉の情報っていうのが必要やっていう、うーん、ね、多分作品に集まるっていうよりかは作家に集まるじゃないですか。確かに、うん、じゃあその作家がどういう作家かっていうことを知りたいんやろな、知的欲求がやっぱりこう、うんうん、ね、強いから、うん、それどう、北真理はさ、なんかこれもその日記というか20年のやつに書いてあったけど、うん、こう東京に対してのさ、うん、こうちょっとした何、うん、とも言えない距離感があったわけじゃん、昔は、うん、そのトヨタの時代とか、うんうん、はい、まあ、今はもうどしっとかどうか知らないけど、京都に腰を据えて作品を作ってて、うん、そういうこう観客の違いみたいなものとか、受ける受けないのさ違いとかさ、まさにこう、うん、東京は確かにそんな感じも言われたらするなと思ったし、うん、なんか感じることはあります？でもやっぱり東京で主催公演やってないから分からへん。ウォーリーさんに聞きたい。そんな、あの若旦那さんとかウォーリーさんに聞きたい。あのね、まあ、作品はやることはあるけど、ね、何回もお出しにもらってきてるけど、ね、主催公演じゃないからちゃんと伝わってない部分は私はあるから、なんかこう、よ聞きたいです逆に。違いますか、ウォーリーさん、東京。どうだろう。いやー、まあ僕もそんな主催公演やってないでしょ。どうだろうね。いや、でも今、カボックでね、このラジオカボックからだけど、はい、その、あ、はい、北真理昔はカボックでやってくれたもんね。結構やってました ね、カボックが、大阪ガス時代は、うん、はい。そうだよね。
だから、うん、まあ、演劇公演をこう企画してやってはいるんですけど、こう、まあ、逆にこう関西のお客さんが俺の中では今ちょっとぼんやりしてきてて、なんか昔って僕がまあ劇団を旗揚げして頑張ってた頃はもうちょっとカルチャーみたいなものに対する欲求がやっぱ若い人を中心にあって、うん、で情報もなんかまああって一応それは音楽とか現代美術とかまあ小劇場とかそういうくくりで、うん、まあ一応こう一通りそういうのを見る人はいて、そこでのなんかどうやって目に留まろうかとか逆にそういう人たちにはちゃんと伝えようとかあと逆にマスに対してはそんなに、まあ、ガンガン行かなくても、まあ、お客さんは集まってた時代があったんだけど今はそういうこうどこに塊がいるのかは全然分かんなくなってて不安にはなるで歌舞伎の皆さんねそんなことないですかめっちゃうなずいてるボールをどこに投げてるのか全然分かんないで京都はまた違うだろうね京都いや一緒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 だとは思いますけどね、まあ、京都の方がちっちゃいからっていうのはあるけれどでも分からないけどまあでも単純にね、その原因ってまあ大阪の文化が衰退しちゃったっていうことが一番大きい要因だと思いますけど。いやそうだね。その影響が京都にも、兵庫にも波及してるってこと？まあ、だから大阪にいたアーティストは京都に来たりとか、まあ、神戸でやったりっていうことにはなりましたよね。まあそうだよね。いやそうなんだよね。あ暗い話になりそうだからやめようこれ。まあまあまあね、まあまあまあ、まあまあまあ、だから昔はもうちょっと景気が良かったんですよ。景気良かったね。うん。でもそこでさ、北村20年やめてないってすごくないって思うんだけど。本当にすごい。ね、すごいと思います。いや、ウォーリーさんも若旦那さんもすごいですけどね、そういう意味で本当に。いやー、まあみんなすごいね。ねしぶといですね。ね、しぶとくやってますよ、本当。いやなんかでも、まあ、北マリは辞めるっていうなんかあれは全くなかったけどね昔から本当ですか なんつってたら なんかやっぱ見てて人によるんだけど、うん、こう、はい、別にそれで例えば生活ができなくても続けるアートなんていくらでもあって、うん、そっち側の人に僕は北マリは入ってたので、はい、なんだろう これが逆に言うと生活だからご飯食べるとかとに近い感じがする人なので、うん続けるだろうなと思うんですよ、うん、若旦那も僕はそう思ってる確かに近くに、でも中にはそうじゃなくて、特別な、まあうん、もうちょっと言うと趣味とかに近い感じの、うん、で演劇とかダンスやってる人もいてそれが悪いわけじゃなくてね、うん、でそういう人たちは多分、うんやめてる時期はあった方が逆にいいんだろうなと思ったりもその時もある。ああ。ほう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 。そうね。うん。そうね。うん。俺はもっとやめると思ってた。自分で自分のこと。うん。いやすっごいやめそうな空気出てたよ、ずっと俺、自分の中で。それは、別に趣味で劇団をやってたわけじゃないんだけど、うんうん、他の仕事で、うんうん、演劇よりも楽しいことが見つかったらそっちに行くだろうなと思ってた。あ、うんうん、でそこでなんとかやれる器用さが自分にあると思ってた。でもそれは大きな間違いだったことは最近分かったんだけどはい、その当時は思ってたんだよ。なんか根本がない人だから僕はその根本がないとやっぱりどっか言い訳をして自分は何でもできるって逆に思いがちなんだと思う。はあ、なるほど。へえ。今結構赤裸々に語ってるよね。うん。なるほど、すごいな。いや、ウォーリーさんって実像がずっと見えなかったんですけど今すごい実像が見えてる。いやだから俺はもうこれはあんまり人に言ったことないけど例えば松尾鈴木さんとかの舞台を見るときに、はい、やっぱり僕の中ではもうこの根本的に戦ってるアーティストとして戦ってる場所が違う人の作品を見ると
自分は空っぽしかもう残らないと思っちゃって、じゃあ空っぽな人間が何を作るかってやっぱ考えなくちゃいけなくてる時期があって、でそれがね、でもちょうどそれこそ、フェスやった時代、あの頃あんま作品作ってなくて、いろんな人の作品をとにかく見まくって読んでなんかやってたのは、でもそれは良かった、自分にとって。きたまりもね、なんかすごいそういう、あのちょっとまた全然違う話だけど、自分でインフラ整備みたいなのもするじゃん、ダンスの。ああ、まあそうですね。うん。それは自分のアーティストとしてのなんかこう、物足りなさみたいなものをそこで何か埋めようとしてるのか、それとも全く別のプロデューサー的なスイッチが入ってそういうのやってるの？いやでも自分の畑自分で耕さな、どうにも作物ならへんみたいな感じですよね。あ、まあ、そうね、それはそれもそう、人のためでもあるけど、まあ、いっぱい育ったらな、人にも分けれるけど、とりあえず自分もね、あの作物育てる場所を作らないと、ちゃんと土壌を作らなあかんなっていう整備ですよね。焼き畑農業ではいけないと思うね。焼き畑農業ではいけない。うん。焼き畑農業ってそういうことなの？ちょっとよくわかんない。違う、違う。な、あれそうやったっけ？焼き畑農業で、焼き畑農業で。いや、あれでダメにしてんの？土。焼いて、焼いて、土のために。しばらくそこ使えないはずです。だから、あ、でもずっとそこを耕してるのではない、ね。ああ、なるほど。そうか、それはかっこいいけどな、それはそれで。っていう気はしてますけど、まあでも、いや、本当にね、いや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 、いや、オーディーさんってなんで東京行ったんですか？ほう。それ 拠点、居住地がってこと？居住地、居住地。あ、それはもうこっちで家族できたから。あ、そのタイミングか。そうなの。家族できるまでは大阪と両方に足かけて、両方行ったり来たりしたの。っていうのは大きいかな。家族をこっちへって感じじゃなかったと思うんですね。だから。それは、まあ、その、奥さんもその仕事してる、東京で仕事してる人だからさ。仕事は続ける。振り付け家なんですかね、ちなみにね。あ、そうだそうだ。そうだった、そうだった。はい。なんだこの話。いや、すいません。なんじゃこの話。おじさんを赤裸々にさせる会みたいな。ちょっと待って、俺あかん。北マリを赤裸々にさせようとしたのに。はいはいはい。もっと。え、北マリ。いや、拠点を変える結構大きな勇気だから、私その勇気はずっと持てなかったので、何回も思いましたけどね、京都はもうちょっと無理かもなって思うことはあったけど、だけど京都じゃないどこかが見つからなくて、いうチャンスとかが見つからなくてずっといたから、まあね、じゃあ耕さなきゃなっていう、まあとにかく出ていく前は一回耕そうっていうスタンスもあったかもしれないけど、でも僕らがさ、それこそ大谷さんとかにさ、まあ、僕も大谷さんにだいぶ救われた人なんだけど、はい、多分北森なんかもっとだと思うんだけどさ、こう、その上の人でやっぱそういう人って少なからずか、もしくは少なくいるんだけど、ちょっと頭よぎるよね。自分がもう、俺なんかもう本当にいい年だしさ、ちゃんと下の人にっていう、できてるかどうかは分かんないけど、そうですね。北森に感謝してる人がやっぱこれから増えるだろう。ね、いやー、どうかな、どうかな、それはそれは分かんないです、それはそんなことは求めてないです。まあまあ求めてなくてもさ、求めてないし、まあまあそうね、求めなくていいよ。そうそう、求めてないので分からないけど、大谷さんには感謝してます、私は。だって俺大谷さんだよね、多分ね、北森紹介してもらったのは。いや、もともと私あれですよ、オパフェですよ、オパフェ。オパフェじゃない、前のオパフェ。大阪ショートプレイフェスティバル。2006年ぐらいですね。6年か7年ですね。2006年か7年のやつなので、ちょっとこう、その時どういう流れで声かけられたか全く記憶にないです。トヨタ取った後だからじゃないですか。ああ、そうか、ね。思い出せますか？いや、トヨタ取ってない、その時、ね。まだ取ってない。あ、そうだよ、その翌年ぐらいじゃないかな、撮ったの。なんか、わーって驚いた記憶。
でもね、話題にはなっとんだよ。まあ、と、うん、あの正しくは手は取ってませんけど、オーディエンス賞、オーディエンス賞、オーディエンス賞。ああ、なるほど。あの、うん。グランプリではないっていう。そうそうそう。そうそう。グランプリ取ってないので、オーディエンス賞をいただきましたけど。わからな、はい、何を、はい、その古傷を今、掘り起こそう。古傷じゃない。いやいや、オーディエンス賞素晴らしいから。いい、オーディエンス賞一番いいんだよね、なんだったら。しかも、あの、地元じゃないところで取ってるから。そうだよ。うん、すごい。そうそうそう。っていうのはありますけど、だからちょっと何でかわからないですけど、あの時期私もひどかったからご迷惑をおかけいたしました。記憶しかないです。こちらも。いや、でもブログ読むと本当あの頃大変だったね。結構、焼き旗だったよね。焼き旗、あの時多分ね、焼き旗農業かもしれないです。それか何、土ほじろうとして、あのもう地面ボッサボサにするみたいな、あの何にも植えれないみたいな状態にするみたいな感じですよね。ね、はい、え、1回目のさ、拠点移そうタイミングのやっぱりトヨタぐらいの時だったの、なんかちょっと思ったの。そうですね、20代の時かな、うん、20代後半ぐらいか。それってカンパニーごと移そうって思ってた。いや、そんなことはなかったかな、うんうん、いや、カンパニーそんなね、学生いや続けようと思ってやってなかったから、うんうんうん、もともとだから、いや、あの大学生の時はね、あの別にカンパニー続けたいと思ってなかったので、あの大学卒業したらとっとと東京行ってダンサーとして頑張ろうみたいな感じでしたからね。へえ、うん、だけどこうあれよあれよと続けてチャンスもらったので、はい、おかげさまでっていう。いや、あのブログを読んでるとさ、はい、ちょ、まあ、当たり前だけどさ、こうもちろん波はあるんだろうけど、はい、こう途切れてはないよね、全然。そうですね、おかげさまで、本当におかげさまでしかないですね。おかげさまで、あの途切れてないですね。何もなかった1年とかがないってことですね。ないですね。なんか勝手にさ、その横で、まあ、そんな、まあ、ある時期は割と近くにいて、うん、なんか喋ってたけど、こう、うん、なんていうの、プライベートでさ、何かがあったらさ、割と振って失踪しそうな雰囲気もあったからさ。ああ、そう、そんなことはないのかな。もう全然そういうタイプじゃないんだね。それとも、うん、そういうタイプじゃない？どうなの？そういうタイプじゃないですね。そういうタイプじゃないのね。若旦那って失踪したことあるんだっけ？僕、あの失踪はないです。あの寝すぎて起きてこなくて来ねえなって思われたこととか。ですけど、あの話やそれ。いや、ごめんなさい、失踪の話でちょっと聞いていいですか。はい、なんかこの前喋ってて、あの、うん、演劇界って失踪とか飛ぶとかよくあるじゃないですか。よくある、まあ、あのでもよくよく出てきますね。そう、うん、そう、あれダンスの現場でないんですよ。えで、そうなくて、この違いなんだろうってすっごい思う。え、それはダンサーも振り付け家もスタッフとかも含めて、うん、ないですよ。まあ、聞かない、聞かない。自分が関わったダンスの現場でそんなことあったことない。はあ。でも結構劇団とね、絡むと、あの子どうしたんって言ってよく、あ、飛んじゃったみたいなこと言うね。あるし、そんな飛ぶもんなんていうのがあるんですけど、その違いって何なんですかね。思うに、だってこう、うん、演劇ってこう、なん肉体性が失われる時が結構あると思うの。あ、頭で物事が進んで人間関係が構築されていくみたいなことって、はい、いや、これ分かんないよ、俺の推測よ、ただ今聞いてて、うん、でその時にこう体同士で何かコミュニケーションを取ってる場合はきっと、うん、そっちにもう一回戻してあげれば復活できることあると思うんだけど、もうなんか頭だけだともう絶望感っていうのかな、芽生えやすいんじゃないかな、わかんない。いや、でもそれはもちろんダンスの世界だって頭脳労働者たくさんいるしね、こう体全員が動かしてるわけじゃないだろうけど、なんだろうね。でもブラックなイメージあるよね、劇団。何がですか。マジな話、マジな話。もうこれちょっと踏み込むけど、やっぱりどうなの、独裁政権って正直多いのよ、劇団って。うん、ダンス業界はもう多いよね。でも圧倒的なカリスマがさ、
正直パワハラなんか目でもねえぜぐらいでやる世界だってあったよね。今は知らないけど。いやあるのかもしれないですけどね。でも分かんない。もうあのダンスの方が習い事文化があるから前提に。うん、だからなんていうの、ちっちゃい頃からダンスやってる子ってもう先生に言われたら絶対みたいなのがもう染みついてるから、なんかその なんか言われた時のそのなんていうの解釈の仕方が違うのかもしれませんけどね。なんか心の耐久みたいなのもあるのかもね。うん、ね、しかもバレエやってる子なんてね、もう12、3歳でバレリーナになれるかなれないか分かっちゃうから、ね、うん、あんな、ね、そういうなんかこうその中でしがみつくっていうのはある種のなんかね、もうスパルタされているわけじゃないですか。なるほどね。あ、それはでも、あ、そうかもしれない。そのなんか、失踪する人はやっぱりちょっとこう別になんか心が弱いって言い方ではなくて、単純にと耐久慣れしてなかったんじゃないかなって思う時はある、確かに。あの、なんかそう、ね、でも難しいの。だからってさ、こう今の時代さ、うん、まあ、体罰とまでは言わないけどさ、こうちっちゃい時からさ、そういう厳しい環境に入れるぞみたいなこともちょっと減ってはきてるわけじゃん今きっと。まあそういう教え方しないですよねきっと今、ね、なんかそれで言うと、そのなんか本当に社会に出た時のやばい時に崩れちゃう人を逆に大量生産してる気もするよね、はあ、耐久力のない人たちがになって話をちょっとあるよね、今の原理だけで言えばよ、わかんないけどね。なんかそういうことが、ね、10年後20年後にまた社会問題になるんでしょうね。コンテンポラリーの世界って、うん、あのダンサーだけでいいって思ってる人って結構いるんですか？みんなどっかでは振り付け家に自分のオリジナルの振り付けをしたいというかみたいな感じ。なんか演劇とそのダンスの違いで言った時に、俳優は俳優だけものすごい数がいて、多分作家演出家みたいなものになりたいと思って俳優をしてる人とかはあんまりいなさそう。だけどダンスのカンパニーにいる人たちはなんか結果どこかでそのソロをやったりとかするみたいな感じで、あれなんで、なんかその飛ぶ飛ばないでいくと、集団にずっと属してて依存したいか、なんか独立して一人でもやっていけるぞって思っているかみたいなことの差もあるのかなって今聞いてて思ったんです。なるほど、うんうん、まあ一概に言えないと思いますけどね。一概に言えない、まあまあまあ、一概に言えないし、それはもうダンス演劇関係ないですよきっと。あの、なんていうの、舞台立つことを目的にしている子が作品を、あの作品を一緒に作ることを、ね、作品を目的にしてる子かっていうの違うじゃないですか。ダンスも踊ることを目的にしてる子と、その、踊ることで何が生まれるか、何をつなげられるかっていうことを目的にしてる子、全然違うわけですよ。そうだからね、あのでしかもダンスはね、あの体を動かしちゃうから、ある種の身体的解放があるから、そこで満足できちゃうっていうことも大いにあるわけですよ。作品の観念じゃなくて、だから作品になることが少ないよね。ダンスではあるけど作品にはならないものが多いっていうのはそういう理由ですよね。あ、作品にならないダンスがある。なるほど。踊ってりゃ作品になるっていうわけじゃないじゃないですか。まあもちろんだ。でね、え、なんか演じて声出してたら演劇になるわけじゃないじゃないですか。やっぱりね、作品というのは枠組みがあったり、なんかそういうね、うん、あのパッケ、まあ一つ、まあ、商品を、商品、まあね、うん、そう、テーマがあって、このテーマでこういう商品を作るっていうことじゃないですか。ね、だからそういう意識があるかないかっていうことは大いにあって、そういう意識を持っているのは地方都市には少ないですよね。ああ。とは思いますけど、でもまあいないわけじゃないし、でもまあ圧倒的に人口も少ないし、まあその辺の問題はでもあのどこも一緒じゃないですかね。うん、
そう、もう最後にさ、そのもうそろそろ終わりだからけど、こう今言ってたさ、商品としてのダンスというか、作品としてのダンスっていうことを言った時にね、北マリにとってはそれの一番大事なことは何なの？大事なこと一番、こうなってないとそれは私にとっては商品とは言えない、作品とは言えない。あの、いや、私の商品作品を作りたいわけではなく、そのね、プロジェクトチームの全員の新しい新商品を作りたいわけです。ああ、なるほど。だから そこに受け身になってくると、ああ作れないなってはなります。もう北間さんの言うことやりますみたいな態度で答えると作れないわっていうあの感じにはなっちゃいますよね。逆に言うと、北マリはそのみんなが自分の作品、自分の商品だっていうちゃんとあの体制でものづくりできるような環境を作ることが一つの振付家の仕事だってこと？あ、それは一番大きい仕事だと思います。大きいですよ。だってやっぱりね、あの体だけで見せちゃうから。でやっぱりね、体その形だけで見せてもやっぱりこうしょうがないわけじゃないですか。なぜその形になったかっていう解釈がそのダンサーにちゃんとないと。なんかバレやすいんだろうね。バレるっていうか、あの、わかんない、お客さんにはバレないかもしれないけど、私にはバレちゃいますよっていう。なるほど。じゃあ私は、その時にこう今後さ、こう、まあ、1個はカンパニー作るって一つの多分その方法としてあってやってるわけじゃないな。でも今はカンパニーはやってないんだよね。まあそのユニットですね。ね、そうなっていくとどうなんですか、こう将来的に。やっぱりまあそういう作品を作っていく上で一緒にやる人たちとはどういう人たちをこれから。まあ、だから今あのね、今年の作品、今年の新作とかもやっぱ上の世代になってきちゃうんですよね。もうあのアーティストとして活動してきた上の世代、ここでやってきた世代と一緒に作品作ることが増えていくなとは思ってます。そっか、やっぱり、ね、でもそれはそれですごいいいよね。まだまだなんかやることがやれる人がたくさんいるってことだもんね。そうやれるね、まあ今はやれる人いっぱいいるし、ちょっと今難しい年齢ですよね。だから下の子世代だともうなんかこうね、あの、まあ、北井さんの作品に出れるのが目標ですみたいなこと言われても、ちょっとそれはあの、あの全然あの私嬉しくないですみたいな、あの全然嬉しくない、どうしようみたいな、あのことだよねっていうことにお願いだから、あの気づいてほしいし。どうなの、上の人でこの人と死ぬまでにはやりたいなみたいな人いるの？いっぱいいますよ、そんなの。いっぱい。ほう、もう関西はダンサーの宝庫ですよ。あ、本当。もうだね、長年いろいろこと見てきて、まあ、ちょっと一人二人言っといてみようよ、ここで。ちょっとそれはね、あの実際声かけてるからまだ言えない。実際声かけてるし、あのいろいろあるのでまだ言えないです。じゃあ。でも、あのどうでもいい、はい、じゃあ、あの最近私が。どうでもいい人。どうでもいい人。あのどうでもよくないけど、私が最近思い浮かんだね、作品プラン、多分実現しない作品プラン言いますわ。いいね、聞こう。踊れない演出家を集めたダンス作品。あ、ウォーリーさん声かけられてますよ今。いやー、もうノーです。誰も絶対オファーにイエスって言わないんですよ。そう、でもそういう踊れない演出家を集めて、みんな下手なんだよきっとダンスね。で演出家同士集まったら喧嘩ばっかりするんだよきっと、あの稽古場で。なんかそういうダンス作品作ったら面白いだろうなって思いました。声かけていくこと自体がもう作品みたいな感じですよね。そうそう、稽古場に来ないとかね、なんか勝手に構成決めるとかね、なんかでも踊れないっていう、こうあのダンス作品作ったら面白いだろうなって、この前あのこれ絶対実現しないプランとしてこういい、ね、あの最高だなと思った。いや最高だね。もう今何人か頭に浮かんでるもん、あの人もう。そう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 、絶対踊れない、踊れない人が結構ねいっぱいいるんですよ。その踊れなさを見てみたいよね。意外と踊れるかもしれないしね。いやでもね、踊れないと思います。
何やろこの悔しい感じ。何がですか。その完全に踊れない側にいるからさ、こっちはさ、こう、そうだね、踊れないね。もう今さ、3歳の子供がめちゃくちゃ踊ってるわけよ、家で。あ、もう本当になんか楽しそうなのね。そうなの。母の遺伝子なんだ。そうなの。俺は。でも子供は踊るからな。踊れない。踊れはね、関係ないよね、うん。子供で踊れないとか、ごめんなさい、まだちゃんと見たことないかもしれない。5歳以下は、うん、ね、うん、ね、みんな踊れる。物心ついたらね、結構踊れなくなるけれど。つまりさ、ね、踊れない理由って精神的な理由なわけじゃん、それを。まあ、はね、そうそうそう。そうだ。ね。え？で、言葉が巧みな人って踊れないんですよ。なるほど。そういう勝手な、勝手な解釈。結局だからそれも精神的にさ、言葉でさ、一旦自分を作っちゃうから、うん、全然解放されてないんだよ、うんうん。でもそういう人が踊った時ってすっごいんですよね。何がすごいの？あのね、踊れない踊りっていいんですよ。あの、ま、踊れないけど一生懸命踊ってる姿って、あの人の心を打ちますよ。必死さが重要みたいなこと。ま、そうですね。ただちょっと気だるくその人が踊ったとしても、この人気だるさは気だるいっていうことさえも分かるじゃないですか。もうそれもだから、ま、この人はそういう人なんだっていう体なわけじゃないですか。そういうのすごい面白いなとは思いますけどね。なるほど。面白いアイデア、ありがとうございます。そうそうっていう、はい、絶対実現しないであの面白いアイデアをいつかできたらなと思います。喋れば喋るほどもっと聞きたくなるな。まだの話聞けなかったね、わかんない。まだ、ね、まだやってますよ。まだもやってます、はい、はい。で、あと太田翔吾やります、今年は。おお。太田翔吾の戯曲を。いいね、はい、すごい、すごいろんな攻め方をしていきますね。そうなんだから、なんか案外なんか一個に絞ってる風に見ていろんなことやってるもんね。うんうん、まあダンスですからね。うん。いや、けどまた、はい、あの次そういう話もできるのも期待してるし、あの別にプライベートでなんか話に行ってもいいなとすごく思いました。近所ですからね、京都は。うん。あ、黙った。え、近所なんだって思ったんだけど。近所じゃないだろ。え、近所なんだ。京都は近所でしょ、僕は、うん。え、遠いとこはどこですか、ちなみに。東京は遠い。あ、うん、森さん遠いでしょ。僕は別にもうどこも近所だよ。まあ、けどね。いつでも行くよ。もうアバンギルドいつでも行くよ、俺は。絶対来おへんやんか。絶対来おへんやんか。はい、あの、はい、北前さんありがとうございました。ありがとうございました。すいません、散らかしてばかりで、すいません。いえいえ、楽しかったです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったね。いや、めっちゃ饒舌。いや、だからやっぱ喋るのうまいよね、振り付けが、あの、まあ、言葉のことを考えている振り付け家だからね。そうですね、ここ何年かは絶対そうだろうからね。いや、どうですか、若旦那、踊りますか。僕はあの踊れない制作家が、踊れない制作者が集まってもいいよね。そうそうそう、全然ね。そうですね、まあ、ほとんどの制作者は踊れないよね。あの制作の人集めて演劇公演も、うん、あの多分すごいメロメロで面白いけど、もっと面白そう、うん、俳優を目指したはずなのに気がついたら制作だみたいな人とかも多いんでね、うん、あのそういう人たちの金銭に触れるようなことを、ね、家族でそういうのやろうよ、じゃあ。ああ、そうだよ、北まりにも家族久々にまた来てもらおう。そうなんです、そうなんです、ね、ぜひね。このラジオはね、はい、ゲストに呼んだ人に家族に来てねって来てもらう、そうね、来てもらうのが目的ですから、はい、案をね、ウォーリーさんが練るっていうための番組ですね。はい、ありがとうございました。登録してね、登録してください。バイバイ、ありがとうございます。